はいどうも、キリハです。今回は序盤に最優先で上げるべきスキル、こちらについて説明していこうと思います。最近始めた方ですとか、まったりやっている方なんかは、素材が足りなくて、どのスキルを上げたらいいのか永遠に悩んでるという方が多いんじゃないかなと思います。実際、ブルーアーカイブのスキルって結構分かりづらいものも多いので、何を上げたら戦力的に強化できるのか、さらに将来性も考えて上げるべきスキルはどうなのか、このあたりは序盤特に悩むポイントだと思います。今思えば結構失敗したなっていう上げ方もしてました。なのでそういった悩みを持っている方の手助けになれるような動画になればと思います。それでは早速説明していきます。まずスキルを上げるための素材なんですけども、各種学校で分かれておりまして、EX スキルを上げるためのブルーレイディスクと、その他のスキルを上げるための技術ノートと分かれております。なので上げるべきスキルは学校別で考えた方が上げやすいと思いますので、最優先なスキルかつ学園で分けて説明していこうと思います。ただ O パーツに関してはいろんな生徒で共有になっているので、 O パーツが足りなくて上げられないということも全然あると思うんですけど、今回はそのあたりは考慮しませんので、学園別かつ優先度の高いスキルに関して説明していきます。まず一番最初に上げるべきスキルとして私がおすすめしたいのはトリニティ学園です。まずは持っている方は小春を育てましょう。まず小春のノーマルスキル、20秒ごとに HP が 50% 以下の味方に対してコストを使わずに回復をしてくれるものになります。これが本当に小春のぶっ壊れと言われるゆえんなのですが、コストを使わずにかなり大きく回復してくれますので、初心者の方がやっていても勝手に回復をしてくれたりするので、それで助かったりすることは非常に多いです。いろんな意味合いでもこのノーマルスキルは本当に強いので優先してあげてあげましょう。プラス EX スキルもたったの3コストで使える範囲回復ということで唯一無二の性能になってます。小春を持っている方は EX スキル、ノーマルスキルを最優先で上げてあげましょう。余裕が出てきたらサブスキルも上げてあげるといいと思います。そして小春を持っていない方や小春を持っている方でもおすすめしたいのがセリナ。セリナは星1のキャラクターなのでほとんどの方が持っているんじゃないでしょうか。このセリナ星1とはいえ全然油断できない性能になります。というかぶっ壊れです。ヒーラーはとにかくこの子育てておけば問題ない、それぐらい強いキャラクターです。上げるスキルはサブスキル以外を全て上げていくといいと思います。特に最優先としてはこのノーマルスキル、先ほどの小春と一緒で指定秒数でコストを使わずに回復してくれるものになります。ちゃんと HP が一番減った味方を回復してくれますので非常に有用です。そしてその回復力を上げてくれるパッシブスキル、たったの2コストで味方1人を大きく回復してくれる、こちらの EX スキルもおすすめになります。このパッシブスキルに関しては星2にした時に解放されますので、セリナは優先的に星2に上げてあげるといいでしょう。サブスキルは今のところあんまり役に立つ場面が多くないので後回しで OK です。そして次におすすめしたいのがミレニアムサイエンススクールです。ミレニアムの生徒は本当にぶっ壊れっていうぐらい強いキャラが多いです。なので上げるスキルはもういくらやっても素材が足りません。なので厳選して上げていく必要があるんですけども、その中でも最初から最後までもうめちゃくちゃ強いスキルを紹介していきます。まずは響き、言わずと知れたぶっ壊れキャラなんですけど、響きに関しましてはまずこのサブスキルを上げてあげましょう。このサブスキルは転生しているだけで味方の会心のダメージを上げてくれます。つまり火力を全員上げてくれるのでいるだけで価値があるようになるんですね。とにかくこの味方の会心ダメージ率アップ、このサブスキルを持っているキャラは数名いるんですが、だいたいどのキャラも評価されてます。そして次におすすめは EX スキル。これも全コンテンツで使われるぐらい最強のスキルになってますので、これも最優先で上げてあげましょう。そ
そして次に余裕が出てきたらパッシブスキル、その次にノーマルスキルといった順番でしょうか。そして次におすすめはコタマになります。この子も星1のキャラクターなんですけども、ぶっ壊れキャラになります。ただしこの子は育成ハードルがちょっとだけ高くて、もともと星1のキャラクターなんですけど、このサブスキルがコタマの魅力でもありますので、これを解放させることでコタマは強くなります。サブスキルの解放はキャラクターの星を3まで上げると解放されます。つまりここの神秘解放ですね。コタマは最優先で星3に上げることをおすすめします。そして上げるスキルなんですが、ノーマルスキルとパッシブスキルはもう本当に後回しで OK です。とにかく EX スキルとこちらのサブスキル、これを上げていきましょう。特にサブスキルは先ほどの響きと同じような感じで、編成しているだけで味方の攻撃力をアップしてくれる壊れスキルです。このスキル持ってるキャラ少ないんですよ。これが本当に強くて、 EX スキルを使わずにこのサブスキルだけで入れておくのも全然ありです。 EX も30秒間という長い時間、たったのコスト3で円形範囲内の味方の攻撃力を大幅に上げてくれる非常に有用なスキルです。コタマも響きもゲーム最初からエンドコンテンツまで幅広く使われるキャラクターなので、最初からスキルを上げておいて損はしないでしょう。というか最優先でやりましょう。ちなみにこの味方の攻撃力アップですとか響きの会心ダメージアップ、この効果って重複しないので、味方の攻撃力アップを2人編成してもどちらかしか適用されません。なのでコタマの攻撃力アップと響きの会心ダメージアップ1つずつ入れるというのが定石になってます。同じ効果のサブスキルは重複しないことを覚えておいてください。はい、次にゲヘナ学園に行きましょう。この学園は攻撃に特化した生徒が非常に多い学園になります。一番最初におすすめするのはこちらのイオリですね。イオリのこの EX スキル、正直設定ミスなんじゃないかと思えるぐらいぶっ壊れのスキルになります。たったのコスト3でものすごい倍率で攻撃ができますので、ゲーム序盤から中盤までもうとにかく使えるスキルになってます。持っている方は最優先で上げましょう。そしてこのサブスキルもおすすめになります。遮蔽物に隠れていない状態での攻撃をした時に攻撃力の何パーセント分の追加のダメージを与えるスキルになります。イオリは基本遮蔽物を使うんですが、 EX スキルを使っている最中移動をしますので遮蔽物を使ってない判定になります。なのでさらに EX スキルを強化できるサブスキルになってます。ぜひ育てましょう。そして余裕が出てきたらノーマルスキルも着手するといいと思います。パッシブスキルは後回しで OK です。そして次におすすめするのはハルナ。ただしハルナに関しては通常任務の10章以降で必要になるキャラクターなので、そこから育て始めてもいいかもしれません。ただ総力戦やいろんなコンテンツでハルナを使うこと結構多いので、序盤から育てても損はしません。特にこちらの EX スキル、こちらがですね直線範囲の範囲攻撃なんですけど、通常コスト4なんですが、 EX スキルがレベル5まで達するとたったのコスト3で打てるようになります。これが本当に強いので、様々なコンテンツで輝くキャラクターになります。そしてこのサブスキルも合わせて上げていくと火力がさらに上がっていきます。神秘で強力なアタッカーは少なめなので、ハルナは優先的に育ててあげるといいと思います。そして個人的にめちゃくちゃおすすめしたいのがこのムツキですね。通常星2のキャラクターなんですけれども、このキャラクター爆発攻撃の中ではもう本当にトップクラスに火力が出るキャラクターになります。サブスキルは後回しでいいんですけれども、 EX、ノーマル、パッシブ全てが重要になっておりまして、EX スキルは3つの円形の範囲攻撃になるんですけども、その3つの円形の範囲がかなり広くて、通常任務などで敵がたくさん出てくるところでも役に立ちますし、その円形が重なっている部分があるんですけども、そこに敵を収めることで多段ヒットも狙える、敵が1体でも複数でもものすごい火力を出せるキャラクターになります。ノーマルスキルは20秒ごとに地雷を設置するんですけれども、
その地雷、敵の手前に落ちてしまうのでほとんど当たることはありませんが、ちょっとしたテクニックでセリナの移動式の回復を使うことでムツキを前に出してその地雷を当てたりですとか、レッドウィンターの巴の EX スキルでムツキを前進させてこの地雷が当たる範囲に入れさせるですとか、いろんな方法でこの地雷を当てる方法が確立されてます。ただ通常任務でね使うことはほとんどないんですけど、エンドコンテンツになればなるほどこのノーマルスキルがかなり生きてきますので、おすすめのスキルになります。そういった意味合いではこのノーマルスキルはちょっと後回しでいいかもしれないですね。パッシブスキルは単純に攻撃力を上げますので、 EX パッシブその後にノーマルでもいいかもしれません。ムツキは星2のままでも十分強いキャラクターなので、ぜひ使ってあげてください。で、私が全然育ってないので説得力ないかもしれないんですけど、序盤に上げるんだったら明かりのスキルを上げるのもおすすめになります。特にこのノーマルスキルとサブスキル、これほとんど同じ効果なんですけど、通常攻撃をした時に 10% の確率で攻撃力を大幅に上げてくれます。でもこれ重複するんですね。なので攻撃力が鬼のように上がるキャラクターなので、序盤の火力不足の場合は明かりを育ててあげるとめちゃくちゃ楽になると思います。そして EX スキルもかなり使いやすいので、こちらもムツキほどではないんですけど上げてあげると非常に役に立つと思います。ただサブスキルに関しては明かりはもともと星2のキャラクターなので星3にしないとアンロックされません。なので最初はノーマルスキルを上げてあげるといいでしょう。そして次にアビドスに行こうと思うんですが、アビドスの子たちは結構強いスキルが多くて非常に悩むんですけど、もう本当に最初に役に立つスキルから説明していきます。まずはののみの EX スキル、こちらはかなりおすすめですね。扇形の範囲で貫通ダメージを与えてくれる範囲攻撃のキャラクターになります。範囲もかなり広くて通常任務でめちゃくちゃ役に立つのと、最初苦戦しがちな特別以来の拠点防衛、ここで必須級のキャラクターになると思います。なのでののみの EX スキルは優先で上げた方がいいと思います。サブスキルは後回しで OK、 次に優先するのはこちらのパッシブスキルと次にノーマルスキルといった順番でしょうか。ののみは序盤本当に役に立ちますのでかなりおすすめのキャラクターになります。戦術対抗戦でも結構強いです。次におすすめをするのは星野のノーマルスキルです。ブルーアーカイブってタンクが結構少ないので星野は有用なタンクになります。このノーマルスキルが HP30% 以下の時に持続回復を自分に与えますので、ヒーラーいらずで回復できたりといったところで非常に強いです。育てる際は最優先で上げてあげましょう。でノーマルスキル以外はそこまで重要ではないので優先してあげる必要はないんですが、この EX スキルに関してはレベル3まで上げると気絶を付与できるようになります。なのでアビドスのブルーレイがちょっと余ってるようだったらこの EX を3まで上げるというのは結構おすすめになります。そしてチロコとセリカ、この2人はとても強いキャラクターなんですけど、序盤は結構落ちやすいキャラクターになります。どうしても敵の攻撃を受けてしまいがちなミドルのポジションにいますので、そして強力な範囲攻撃があって相手をすぐに倒せるというわけでもないので序盤は相手にやられがちなキャラクターになります。ですが中盤以降になってくるとチロコもセリカも単体火力がものすごいキャラクターなので総力戦といったエンドコンテンツで必須級のキャラクターになります。その際に育成を考えればいいと思います。はい、次にレッドウィンターなんですけど もうここに関してはこの工場のチェリノですね、工場のチェリノを育てておけば全く問題ないです。というかこのキャラ本当に壊れてるんで序盤からめちゃくちゃ役に立ちますし、後半でも本当に出番が多いキャラクターになります。上げるスキルは特にこのサブスキル、これが最優先になります。いるだけでコスト回復力が上がるということで使えるコストが増えるんですね。これが本当にぶっ壊れなのでチェリノを使う際はこのサブスキルをまず最初に上げてあげましょう。次に EX スキル、こちらはコスト5でかなり広範囲の敵に範囲攻撃を行うことができます。
そして扇形とかではないので、ステージによっては後ろから敵が来る時とかもあるんですけど、そういう敵に対しても範囲攻撃が行えます。 EX もめちゃめちゃ強いのでおすすめです。次におすすめはパッシブスキル。ノーマルスキルはそんなに上げなくてもいいと思います。もう後半で OK です。レッドウィンターはチェリノに素材をつぎ込みましょう。余裕があって持っている方はのろかの温泉のこのサブスキルですね、おたまと同じサブスキルを持っていてヒーラーなので、おたまのこのサブスキルが使いたくて回復を入れたいという時に役に立ってくれるでしょう。のどかのサブスキルもおすすめになります。そして百鬼夜行なんですけども、この学校かなり尖った生徒が多くて、ほとんどが総力戦特化なんですね。ヒーナに関しては貫通の総力戦、イズナは総力戦白黒で、ワカモも同じですね、総力戦白黒で進化を発揮します。で知性は結構汎用で使えて、神秘有利の総力戦でも使えますし、しずこも白黒用になります。なのでこれらのキャラクターは結構中盤以降での育成になるかなと思います。ただその中でも序盤から上げておいた方がいいのはこちらの椿、特にノーマルスキルに関しては HP が 30% 以下の時に回復をしてくれるという強スキルになってますので、椿はねタンクの中でも最強のタンクなので、このノーマルスキルは最優先で上げてあげましょう。次におすすめはサブスキル。リロードをしている間ダメージ量を単純に減少してくれるものです。パッシブに関してはかなり後半で OK です。 EX もそこまで重要ではありませんので、これも後回しで OK になります。そして次に仙外鏡に行こうと思います。仙外鏡はもう旬一択ですね。旬を持っている方はこちらのノーマルスキルから上げていきましょう。戦闘開始時にマックスまで上げるとスキルコスト 3.8 を自動的に獲得します。スキルコスト1を稼ぐのに 2.38 秒かかるので、これが 3.8 いきなり獲得できるということで、めちゃくちゃ強いスキルになってます。いろんな場所で人権になりますので、このノーマルスキルは最優先で上げてあげましょう。そして次にサブスキル、中型の敵に対して攻撃力の何パーセント分の追加ダメージ。中型は人型の敵のことを言います。戦術対抗戦を頑張りたい方はこちらのサブスキル必須になります。そしてこの EX スキルも戦術対抗戦を頑張りたい方は上げてあげましょう。天外鏡は結構素材が余りがちなので、チュンは最優先で上げてあげましょう。私は手に入るのが遅かったので上がりきってないんですけど、最初から上げちゃって OK です。ただし任務で使うとなると、ちょっとスナイパーライフルのキャラクターで単体攻撃なので少し使いづらいかなと思います。主に戦術対抗戦や総力戦で役に立つキャラクターです。そして余裕があったらサヤのサブスキル、こちら響きと同じになってまして、味方の会心ダメージ率アップ、こちらもかなり強スキルになってますので、響きのこの会心ダメージ率を使いたいけど相手が重装甲で貫通で組みたい時なんかはサヤを編成するといいと思います。こうしてみると仙外鏡って全員星3なんですね恐ろしい学校ですよ本当に。そしてバルキューレに関しては序盤育成する必要はないと思います。武器に関しては総力戦ほどの人権にはなってますが、この子を使うのは結構後半になると思います。ユリノは今のところ活躍できる場があまり用意されてないので、ここも序盤に優先する必要はないでしょう。はい、ということで長くなってしまったんですけども、序盤に上げておいた方がいいスキル、こちらを紹介していきました。いかがだったでしょうか。ここ本当に悩むところだと思いますので、特にブルーレイと技術ノートは希少性が高いので、間違ったスキルを上げたくないという方は参考にしていただければと思います。初心者の方は初心者向け動画リストを概要欄にリンクを貼ってありますので、こちらの動画を見ていただければ序盤迷うことも少なくなると思いますので、ぜひ活用してください。質問などがありましたら、よければライブ配信に遊びに来てください。いつもたくさんの質問をいただいて返答しております。どうぞお気軽にご利用ください。ということで今回はこの辺で、また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。